さあ P1 クライマックス編いくぜ。続きと1,2,3,4,5個、3個と2個ぐらいかな。いきましょう。神楽がメインだったけど、なんだろう。虹の橋復活のためにはまだまだバトルが必要だ。まだ必要なのか。火花が飛び散るような熾烈なバトルがな。いや、水しぶきしか飛び散らないけど。となるとアスカ、私たちの出番じゃないか。そうだ、二人でやり合うんだ。だね、私もそう言おうと思っていたところだよ。超秘伝忍法書を使えるのかな、返したのかな、どうなんだろう。超秘伝忍法書。アスカ、一つ提案がある。ただ戦うだけではなく、ここは賭けをして勝負を盛り上げないか。そうしよう、負けたら脱ごう。賭け？この勝負に勝ったら私は過去の敗北を一つ帳消しにしたいと思っている。思い出したくもない神楽千年祭での敗北だ。あれ、神楽千年祭って誰が負けたことになってんの、誰が勝ったことになってんの。わからん、わからん。おお、もしかして三神楽三姉妹に負けちゃった時のこと。どんだけ負けてんの。ホムラちゃん、あの子たちに負けた後すごく悔しそうに私の口真似してたよね。私の D 真似って何を言ってんだと思った。口真似か、口かよ、 D じゃないのかよ。まったく、こんなとこで負けてしまって後でアスカに何て言われることか。なんて言われることか。ホムラちゃん、そんなんじゃ最強の友達失格だよ。言ってた言ってた。これホムラちゃん、バイト直しすぎなんじゃない。ホムラちゃん、もっと肉を食べた方がいいよ。言ってた言ってた、最強の友達失格だよって言ってた言ってた言ってた。この話覚えてるわ。あったあった。くそ、余計なお世話だわすか。ははみたいなことを一人でやってたよね。見てたのかよ。見ていたのか。うん、木の陰でこっそりね。常にあなたを見ています。さすがは忍びだな。って、そんな話はどうでもいい。どうでもよくない。確かにあの時も悔しかったが、私が帳消しにしたいのはそれじゃない。どれだ。三神楽三姉妹とやる少し前、ユミが私たち二人に勝負を挑んできた時のことだ。ほう、うん、ああ、私たちが負けた。そうだ、あの時私はお腹の調子がいまいちだった。うん、いまいちだったような気がする。だから頼む、あの負けはお前一人で背負ってくれ。あんな敗北で勝率を下げるのは納得できないんだ。あの時食べ過ぎてたんだったっけ。どうなんだろう、わからない。もう、ほんと負けず嫌いっていうか。で、この賭けを受けるのか受けないのか答えろ、アスカ。じゃあアスカが勝った場合は。はいはい、受けますよ。もしホムラちゃんが勝ったら好きにしてください。何をしてもいいの。ふっ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 。アスカ、今の言葉忘れるなよ。で、負けるんでしょ。忘れるも何も、私負けるつもりはないから。いや、で、アスカさんが勝った時の話をしようよ。勝つ気だ、アスカで勝つ気だ。行ってきます。でも確かレベル上がってんだよ、アスカだけ。二丁拳銃、操縦のレベルも高いし、アスカのレベルも高いはず。残念だったな。しかもホムラグレンタイじゃないか、タイマンじゃないのかよ。あれ、何これ、なんで違う武器持ってんの。え、3、2、1。ホムラちゃん、そういえば私も取り消してほしい負けがあるんだけど。何。ない、そんなものはない。ふざけんな。どうして断定できるの。お前の負けは全て実力の負けだ。取り消しが必要な疑惑の戦いは一つもない。ずるいよ、自分ばっかり。そうだよ、私だって勝率を上げたいもん。勝率は勝ってあげようぜ。せこいぞ、アスカ。せこいよ、ホムラちゃん。どれだよ。うわ、中にいる。さあ来る。来た来た。
こんな狭いところで戦うのか。いちょ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 、味方か、びっくりした、びっくりするじゃないか、ダメだよ。トゥトゥ、ようわからんが、いつも以上に熱い戦いになっとるの。でも誘導弾強すぎでしょ、誘導ロケット。私の復活のためにはいいんじゃないか。ちなみやすか、言いたくない。なに、なぜだ。ユウとホムラちゃん、賭けの内容を変えたりするから。なんか、なんかあるのか。なに、そんなにひどいやつ。お、卑怯者なんて思っていないよ、子供っぽいと思う。あ、消えてもだ、消えてもだ、消えてもだ。くそ、あのシーンが撮れなかった。もっと悪いぞ、それ。というか、負けすぎてない。味方はもういなくね。ちょ、やっちゃうぞ、やっちゃうぞ。チュ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 、懐かしい、なんか久しぶりだなこれ。いけ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 、誰だ、マジか。こんな起こす暇を与えてくれるな、優しいね。だいぶダメージ受けてるやん。はい、くらえー、うひひーって感じ。こんなことしてたら怒られそうだ。一回出せるか、かわいそうに。終わってもだ、終わってもだ、終わってもだ。ちょ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 、私の勝ちだよ。くっそー、残念だったな。後でひっくり返すとかなしだからね。まずこんなもんかな。帝王の構えちゃった、さっき。さあ、何を言うんだい。なんかすごい悲しそうな顔してた。帳消しにできなかっただけでなく、また一つ負けを増やしてしまった。さらにもう一個減る。くそー、そこまで悔しがらんでもええんやないか。 YouTube のコメントを見てみーや。卑怯だぞって書かれて、コメントを読むね。 PBS はウォーターガンバトルだから勝敗にはカウントしなくていいんじゃないっていうコメントがたくさん来てるよ。なんだ、みんな優しいな、信者か、みんな信者か、ホムナの信者か。なに、なんか語りでしたか。負けは負けだろ。なるほど、視聴者がそこまで言うなら仕方があるまい。今の敗北はノーカウントにしてやろう。まあ敗北はノーカウントでいいけど、賭けの内容はノーカウントじゃないよ。本当にわがままなんだから、もうホムラちゃんに任せるよ。最強の友達失格だね、本当。でもホムラちゃん、一つだけはっきり言わせて。もしこの先ホムラちゃんが誰かに負けたとしても、私は最強の友達失格だなんて言わないからね。そうなの？それは忘れないで。そうなのか。どんなことが起こってもホムラちゃんは私にとってずっと最強の友達だよ。そういう女ほど信じれない、ずっと友達だからねと言ってた直後に裏切るから。もうね、そんなん何回も見てきた、そんなやつばっかり見てきた。本当の友達はそんなこと言わないんで。アスカ、お前はそうかもしれないが、私はそこまで甘くないぞ。お前が弱くなったら最強の友達は失格だ。そこそこの知り合いぐらいに降格してやる。そんなこと言ってるとコメントがひどくなるぞ。忍びの世界は実力が全てだ。そこそこの知り合いと言われたくなければ、これからも休むことなく精進を続けるんだな。いや、曲げた分際で何を言ってんだこの人は。分かってるって。そういうホムラちゃんも修行を怠らないでよね。お前は私が日々どれだけの修行をしていると思ってるんだ。バイトしてるだけじゃない。
修行の代用だったら私だって負けてないよ。いいや、私以上の修行はありえん。ところで賭けの内容は？そんなことないって。賭けの内容は早く。いいや、ありえん。賭けの内容は早く。そんなことない。虹の橋の復活のためにももう一戦ぐらいやった方がええんちゃうん。いや、その前に賭けの内容。賭けの内容。おいおいおい、エスかよこれで。ダメージ大事くって。どうせ新しいのないもんね。賭けの内容が何か分からなかった。次、黒影様だ。まだ黒影様を追ってんのか。もういいじゃないか。どんだけ黒影様のことが好きなんだ。皆さん、虹の橋の復活までもう少しです。頑張りましょう。頑張りましょう。とりあえずありものでデカ盛り料理を作りました。これを食べてから戦いに行きましょう。あ、そっか、デカ盛り俺やってないわ。そういえばあの音楽ゲームあれやってなかったな。戦乱神楽全てやっているって思ったけどやってなかったな。あ、スマホゲームもしてないしな。しょうがないな。やったー、みのり、夜桜ちゃんのデカ盛り大好き。これはなんだ。お皿が置いてあるだけに見えるが。バカには見えないんですよ。まさか透明な食材を使った料理なのか。夜桜、どれだけ料理の腕を上げたのだ。違います。その皿にはキャベツの丸ごと煮が入っていました。キャベツの丸ごと煮。でもマジなんもないって。バカには見えないんですよ。あー、気がつかない間に他のお皿も空っぽになっちゃったよ。これは一体何が起こっているんだ。なぜこの楽園を拒む。その声はメイよ。あなたが夜桜ちゃんのデカ盛り料理を消したの。ひどいよ。あの美味しい料理を独り占めするつもり。うまい料理を食べることができるのも全ては現実未来があってのことだ。その楽園にあなたはいらないと思うな。この島から出ればお前たちに未来などない。真に滅ぼされるのだからな。ならば料理なども必要ないだろう。そんなことのためにわしが気持ちを込めて作ったデカ盛り料理をみんなに食べてもらいたかったのに。今の料理は残念でしたが、夜桜さんの気持ちは十分に伝わっています。この島から出たらまた美味しい料理をお願いします。俺の PSO がふわーってすごい音出してるんだけど大丈夫かな。大丈夫かな。ユミ、ユミよ、なぜお前はそこまでこの楽園を拒む。いや、だってあなたに抱かれなきゃいけないとか嫌でしょ。なんで変なおっさんに抱かれないといけないんだ。理由は簡単です。私たちは真から逃げるつもりがないからです。おっさんからは逃げるけどね。何？真がどれだけ強いのかは分かりません。もしかしたらあなたの言うように私たちでは手も足も出ないのかもしれません。それでも変なおっさんには抱かれたくないよ。ですが私たちは困難に対して背を向けたりはしません。強大な敵にこそ立ち向かい、そう教わってきましたから。教わった？そうか、お前たちの死は黒影だったな。いやー、でも妖魔に襲われて死んだ方がマシだって思うんだよな。きっと変なおっさんに抱かれるぐらいと。でも援助交際とかあれだよな、変なおっさんに抱かれてお金もらう方がいいんだろ。あの人たちは俺には理解できないな。では聞く。抜け人となって我々に歯向かった結果、あの最強とも言われた黒影はどうなった？こんな可愛い女の子5人を残していったよ。地位も名誉も金も手に入れることなく無意味に死んだのではないか。無意味じゃないよ。こんな可愛い女の子5人も残していったんだよ。最高じゃないか。黒影おじい様の死が無意味だったかどうか、それはこれからの私たちの生き様が決めるものだと思っています。そうそう、その通りだ。こんなおっさんに抱かれてたらおしまいだ。こんなおっさんに抱かれてたら黒影おじい様は無駄死に、になってしまうよ。何度聞かれてもはっきりと答えましょう。私たちはこの島を出ます。そして忍びとなり
真と戦います。さすがです、さすが主人公、さすが主人公。アスカなんていなかったんや。立ち止まった場所に未来などありません。未来は足を進めた先にあるのです。それが私の答えです。さすが主人公、さすがユミさん、さすが主人公。さあ皆さん行きましょう。私たちで虹の橋を作るのです。ほんと変なおっさんに抱かれてお金をもらってる援助交際してる人たちは、ほんとこういう人を見習ってほしいな。ならばやってみるがいい。どれだけ意気込んでも己の無力さを知るだけだ。でそしてその後、私たちは買われたとかいうわけわからんこと言ってんだろ。何が私たちは買われただよ。お前が撃ったんだろって。参ります。あれにはびっくりしたわ。まとめサイト見てたら、私たちは買われた、売春なんとか撲滅委員会とかで、私たちは買われた、悲しい、私たちは買われた、金よこせ、謝れみたいな。はってなったよ。何言ってんだよこいつだって。あれ、なんで反動チームと戦うの？メイユに倒すんじゃないの？ユミの言う通りです。ここで足を止めたら今までの思いが全て無駄になってしまいます。マジそう思う。今日の乳搾りの経験は無駄にはしたくないし。何だったこっち、乳搾りしてたな。そうです、千年祭でのパン作り競争の経験を無駄にはしたくない。何を言ってんだこいつ。皆さん、もう少しまともな経験をあげてください。うん、本当だ。もっといろいろと他にもあるんじゃないですか。そうですよ、皆さんもっといいのをしようよ。なんかやられてない？大丈夫？皆さん大丈夫？なんかみんなやられてますよ。いて、何や、ザコ敵以外にももう来てるのこいつは。ふざけんなよ、なんでザコ敵と一緒に紛れてきてんだよ。ふざけんなよ、ふざけんなよこいつは。ザコ敵と紛れてくるんじゃねえよ。ザコ敵と紛れてくるんじゃ、ザコ敵と紛れてくるんじゃねえよ。ふざけんな、ふざけんなよ。いけいけいけ、そうザコ敵と紛れてくるんだよ。倒れろ、倒れろ、よし倒れた。これ以上はダメ。ダメじゃない、まだまだ行く。ピピ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 。大丈夫、こっちもいた。逃げるなこいつ、畜生。逃げやがった。あ、終わった。ごめんなさい。まだ許さないよ。やるね。はいだね、はいだね。すべて100じゃない。おお、卑怯だぞ。ゼロ距離で待つな、卑怯だぞ。やられちまった。体力6。はーい、ピリピリピリ。あれ全部100なの、全部100なのに違う。どこに行った？敵がどこにいるかわからん。アスカどこ？いたいたいた。卑怯だぞ、卑怯だぞ。おい、技を使うな、さっきから技ばっか使いやがって。ちっちゃう、どこ行った、どこ行った、どこ行った。アスカさんどこ行った？いたいたいた、アスカさんいた。なんだ、あ、アスカさんどこ行った？いたいた。
逃げんな逃げんな。あれ切ろうとすんな、卑怯だぞ。またバリアする。どこ行ったどこ行った。おいたいた。あれもう倒したの。ヤギさんは私たちの中で黒影おじいさまは生きているのです。正義の名のもと倒しました。何だったっけ、何の話と。あ、そうだから、あの私たちは飼われたっていうのはあれはちょっと言い過ぎでしょって何を言ってるの。あれだけ戦ったのに虹の橋は復活していません。本当だよ。私の力ではまだまだ足りないというのでしょうか。大見えを切っておきながら、この有様では黒影おじい様の思いにも応えられない。大丈夫だよ、あんだけ言えたら十分さ。情けないです、これほどまでに無力だったとは。ユミちゃん、なでなで。優しいね。ユミちゃん、なでなで。どこをなでなでしてるの。なんかプニプニとか言ってるぞ。あ、はい。わしもなでなで。なんかなで出した。はい、ユミちん、なでなで。我もなでなでをしよう。仮面外してからやれ。仮面外そうぜ、可愛いんだから。皆さん、何なのですか。寄ってたかって私の頭をなでなでして。頭だったか。気持ちよかった？それはまあ、なんだか気持ちが落ち着きました。それはよかった。ユミチンは立派すぎるからさ。たまには肩の力を抜かないと。そうそう、その通り。力みすぎだ。我らのリーダーであっても、弓だけが全てを背負う必要はない。みんなの思いを一つにして戦う、それは黒影様にはできなかったことであり、我たちならできることだ。弓、黒影様を本当に喜ばすことは何だと思う。みんなで仲良く力を合わせて、今言ったじゃないか。黒影おじい様の思いを継ぎ、その上で超えることです。ああ、わしもそう思う。だからさ、みんなで頑張ろうね、ユミちゃん。なでなで。ぷいぷい。ありがとうございます、みのりさん。ではお礼のなでなで。ああ、どんどんなんか柔らかくなってきたな。昔は正義だ正義だ言ってたのに、アクアイムさん吐き気みたいな。気持ちいい、もっともっと。ずるいよ、みのりちん。ゆみちん、あたしもなでなでして。こらこら、ゆみは疲れているのですよ。わしが代わりになでなでしてあげます。本当にお願いよ、さくらちゃん。命運が俺も入れてくれとか思ってんじゃないか。我もなでなでを所望する。なんか黒くなった。さすが主人公、背景すら消すことができる。黒影おじい様は言ってくださいましたね。ユミ、美しい月になれ。お前ならなれる、きっとなれる。美しい氷にはもうなってると思うよ。月は光を浴びて輝くもの。私一人では月にはなれません。月はボコボコだよ。でも頼りになる仲間が、輝かしい光が私をきっと月にしてくれると思います。さすが主人公、黒影おじい様。光った、光り出した。ありがとうございます。なんか変なオーラ出てる。闇落ちすんの。私に素敵な仲間を残してくれて。ドヤーってしてる、ドヤーってしてる。素敵な仲間いるでしょ、いいでしょう、ドヤー、へっへー、ドヤーって。ドヤってるわ、ドヤってるわ、すっごいドヤってるわ。素敵な仲間がいるでしょう、いいでしょう。より高みを目指しましょう。まあね、レアなんて出ないからね。
この辺で終わるか。お、あと3つだ。次はこことここして、最後にこことエンディングかな。そんな気がするな。じゃあ終わるか。